マルクは、ドイツの北、ドイツロイドの貨物船。第一次世界大戦中に、アメリカに接収され、その後アメリカの民間船スワニー、アメリカ海軍の輸送艦スワニーとなった。退役後は再び民間船となり、SS ポージネン、ポール・ルーコンボックと改名されている。太平洋戦争中に、日本の潜水艦により撃沈された。 マルクは1913年にフェーゲザックのブレーマー、ブルカン造船所で建造された。1914年8月に第一次世界大戦が始まった時、マルクは日本にあり、出兵艦隊向けの石炭4000トンを積んで神戸を出港した。パガン島で艦隊への補給を行い、しばらく仮想寿命館、プリンツアイテルフリードリヒ及びコルモランの補給船として行動した後、 マルクは1914年10月7日に当時は中立であったアメリカ合衆国領をフィリピンのマニラに逃げ込んだアメリカ南部おそらくチャールストンに到着したスワニー戦場にはヨーロッパからの帰還兵の姿が見られる1919年撮影1917年4月にアメリカ合衆国が参戦するとマルクは接収され アメリカ合衆国船舶委員会の管理下に置かれた。終戦後は、アメリカの民間貨物船、スワニーとなった。1919年4月11日、戦後の兵員輸送用として、アメリカ海軍が取得。同日収益した。スワニーは少なくとも2度の大西洋横断航海を行った。1919年10月4日、退役。民間船に戻り、 あとにポーリッシュアメリカンナビの SS ポージネン、ついで1922年に R、ルーコンボックスティームシップのポールルーコンボックとなった。1942年9月22日、アラビア海で日本、以後第29潜水艦の来撃を受け沈没。乗っていた61名全員が生還している。ありがとうございます。